どうも、アニマルンチ渡です。今日は国産カブトムシの産卵セットの開封、採卵をしていきたいと思います。では早速開けます。結構ボロボロになるまで取ってくれていますね。卵は何個かあるとは思います。それでは早速出していきます。で、取れたのはこちらのカップに入れていきます。でさあ、カゴの方に戻っておいてもらいます。では探していきます。結構ホッケ飛んであるんじゃないかなとは思うんですけど、ありました。一つ目ありました。この調子でいっぱい出てきてくれればなと思います。2個目ありました。お、3個目もありました。ここに来た、4個目です。お、順調に取れています。お、5個目ありました。ここですね。5個目です。5個目です。お、6個目です。お、ありました。7個目です。順調に出てきますよ。お、10個目ありました。10個目です。この塊だけですかね。お、2個ポンポンと出てきました。11 12。13匹目です。
ました。14個目、お15個目、では今回は16個卵を取ることができました。順調に産んでくれているので、まあ、どんどん増えていってくれればなと思います。でカブトムシは僕はもう外の日陰になっているところで、もうあの衣装ケースか、まあ、ベランダかですね、日陰になっているところで衣装ケースでも多頭飼育していこうと思っているので、ある程度取って多頭でバーッと飼育していきたいなと思います、はい、では今回の動画はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。